はい、ここから一階堂、二階堂から三階堂からの四階堂、五階堂のちょっとお待ちの六階堂、B 小町の七階堂、八階堂、九階堂、十階堂はでっかい堂。北海道の言い方すんな。どうもこんにちは、UFO ゲームズです。本日はですね、いつもの俺の中で世界のコースやっていきたいんですけども、まず最初のコースがこちらですね。何これ、これに乗り継いでゴールを目指してくださいということですね。なるほどね、こういうことか。避けていってトゲ避けたらいいのね。そうですそうですよ。斜めにも打ってきよる、これ斜めだけでは。しっかり対応してよ。無理やろ。ただこのコース見た感じさ、ちょこれ一回するせえへん。なんでもう一回来るから。え、ほんまに、うん、来る。あ、1個でもこれでするできんとってことだろ。お前簡単や。いきなりこれひらめいちゃうんですよね。すげえ。さあ、まあ、見ろ、トゲゾウさんお疲れ様です。大抵かお前、シュート交代でーす。ありがとうございました。え、時間足りん。あー、世の中ズルはできんようなってんねんって。お前でもそんな時のためにこれもう一個ズルがあるんですけど、これかぶれますよね。お前かぶれる、かぶれる、かぶって、すげえ、ほら、倒してヘディングもできる。これそういって、もうダッシュや、突っ切れ、ダッシュ、あー、え、ダッシュ、あー、ゴール、人生ズルしたもん勝ちでーす。最低かお前。タイム更新。タイム更新。脳汁が止まらねえ。アホや。アホがいますここに。ということで、スターを使ってクリアしようということですね。まあまあまあ、スター性のある人なら1位切りクリアできるでしょうというね。じゃあ、俺なら余裕でクリアできるっていうことやね。頼むぞ。こういうことね。そう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 。これで、ね、コインをしっかりと取っていって。やばい、ドキドキする、やばい。間に合ってる。間に合ってる。ドキドキする。間に合ってる。間に合う、これ。ドキドキする、やばい。間に合う。おい、じゃねえ。貸してみ。スター性のある俺に任せてみ。うおー、そもそもあの 99% がトゲでできた1の1をクリアした男ですからね。確かにやってたな、あのコースな、難しそうなやつな。クリア率 0.29% 選ばれし男。 29% ってお前スーパーか。さあ行ってくれよ、これで行くわ、さすがにな、うん、あの何がまずいって、ずっと同じ絵やからおもんない。あ、確かに、もうさすがにからかやな。半ミリ入る、半ミリ入るよ、半ミリみたいに言うな。 OK、 危なっ。ここもう一回、レッツゴー。お前やんねん、ジャンプ足りな。嘘やん、嘘やん、マジジャンプ、ジャンプ足りひん、ジャンプ足りひんわ。えぐい、ドキドキする、ドキドキしひん、ドキドキしひん。絶対アウト、絶対アウト。じゃあ行くよ。さあリベンジです。ここダッシュジャンプやから、勢いを殺さない、勢い、いいよ。はい、いいぞいいぞいいぞ。やばいな、間に合うこれほんまに。うわー、うわ、ハマった、ドキドキするー。うわー、ドキドキした。ドキドキが続くぞこれ。おい、やばいって、やばい、ドキドキする。これ、このドキドキは恋の音なのか。恋の音、いや、恋の音だ。うまいこと言うな。恋めっちゃ取ってるけど、え、全然足りひんやん。いや、俺分かったで、さっきのやつ。何気づいたんや。気づいちゃった、気づいちゃった、わーい、わい。でっかちゃんいらんねん。さあ、これさ、どっか入れるやろ、これ、この辺。あ、ガリガリのとこね、さすがに間に合わない。ほら、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 なるほどな。なんでぐー、行くんだ、今、ここでー、衝撃の巨人。うわー、入れたーベルトルトいらんわ。ほんで、次が、ここの辺もずらありそうちゃう、なんか。いや、しん、あし、いや、これやばい。シンプルにむずいやつや。終わった、絶対終わった。え、これ激むずやん、やばない。ここジャンピージャンピージャンピーなしなかでも、かないらんわ。4年間の集大成を見せるほどか。ストバスジャンプ、おい、いいぞ、はい、はい、いいぞ、はーい、いやいや、いける、いける、まだいける、まだいける、いやー、全然ダメやな。ゴー、チャレンジ目に、チャレンジ目に、おい、いいよ、いいよ、はーい、いや、いい、はい、いいよ、これはいける、いいよ、これいいよ、かっこいいよ、いけるよ、ほだか、かっこいいよ、おーい、よーっしゃー、チェックポイント、ラスト、チェックポイン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 ト、ゴーゴー。むっつ、俺の苦手な1マスジャンプが詰まったこの最悪のステージ。違うよ、ほだか、これはない、ほだかが1マスジャンプが苦手なんじゃないね。何、中間アートのプレイが苦手。中間アート俺命大事にしひんから。何回でも死んでいいから、こんな一詰まり耐えようやんな。じゃあ大丈夫、はい、いけいけいけ、あ、一詰まり、一詰まり、一詰まり耐えた、うん、はい、いいぞ。ここもな、ダイレクトに行きたいよな。そう、ダイレクトアタックしな、無理やな。ここは任天堂ダイレクトに加入したいよな。それでそこは任天堂ダイレクトじゃなくて、ほう、ブルーアイズホワイトドラゴンでダイレクトアタック、吹き飛んでまうわ。レッツゴー、ふい、
うわいめっちゃうまい。ギリじゃん。あいいね。はい、最高。ほんで、いやいや、もう一番うまいじゃん。マリメ実況者で、マリメ実況者会で一番下手。この2個いける。あー来た、はい来た。あーギリ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 、確変入ってるけど、あー2連鎖で終わった。考え方がもうパチンカスなんよ。なあ、あたれ、吐き出せ。カイジやん。沼よ、今まで数々の債務者を吸ってきたんだろう。核兵器だ。出た出た。最後のシーンいらんねん、沼。7億だ。どうしてだよ。続きましてこちらのコースなんですけども、アイテムを取ってはいけないコースというけども、シンプルです。アイテムを取らずにゴールを目指しましょう。早速やっていきましょう。やっぱこういうコースってね、往々にしてズルできることが多いのでね。そうやね。なんでこのズル探検家、ズルエクスプローラーと呼ばれたこの俺がズルを探しながら、ちょっとね、あ危ないなここ危ない、ね、うん、ちょっとズルを探しながら進めていきたいと思います。そこ行って、あ危ない危ない、あとってもだめだめ、ぐっと大丈夫大丈夫大丈夫、いけ乗って、あこれでやるぞ、これいける、これいける、これいける、ズル、あ捕まれ捕まれ捕まれ、ちょっとちょっと、これいけるぞ、いけるぞ、でいい、危ない、これほんでエビゾリ乗りできるかな。エビゾリ乗りしたいな。大無理。いや、世の中っていうのはね、ズルしてはいけないもの決まってるんでね。テンション低いな。しっかりとね、生真面目でね、高青年と言われてこの僕がね、しっかりと正規ルートでクリアしていきたいと思います。生真面目で高青年なわけないやろお前が。しっかりとこのまま超えていって、さっきまでズルしようとしたやつが、そのままそんなズルなんてこのしてはいけません。本当にしたやろ、めちゃめちゃ。しっかりとこのファイヤーフラワーの、飛んでいるフラワーもね、下にスペースを空けてくれているということで、慈悲深い花だなと思って、ね、謙遜がすごいなお前。しっかりここもね、しっかりとまずここは普通に上がらせてもらって、ここはジャンピジャンピジャンピなんで超えさせていただきますね、うん、カラーはしっかり入れるんやな。ほんでこのスピード速い剣もね、こうやってしっかりとね、自分のタイミングで、やっぱり相手に合わせるんじゃなくて、もうずっと自分のペースでいいんですよ。やっぱりそうやってね、しっかりとここもしっかりとくっついて、キノコが出ないようにして、相手に寄り添った結果、相手も攻撃してこないというのはありがとうございました。そう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 、ゆっくり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 、そう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 、ゆっくりでいい、そう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 、ゆっくりでいい、そうだ、気づいてんねん、自分のペースでいいや、人生っていうのは。ねえこいつ、ねえこいつ、で俺がここを越えていく、いいね、全てを越えていく、それがこの俺という男だった。ちょっと危ない危ない危ない、慎重に行こうぜ。下くぐって下くぐってね、危ないぞ、ハオハオ、4代目バチェラーおった今。スッといって、ここアウアウアウ、セルフ音源やってもうた。続きはこちらコースなんですけども、時間を大切にということで、ファイヤーバー、よくあるファイヤーバーが一周回るまでに行かないといけないみたいなね。なるほどね、そういうやつなんでね、しっかりとマリオメーカー2界の、シンデレラボーイと言われてこの俺がサクッとクリアしていきたいと思います。いつ言われてんそれ。レイジを回る前にね、ということでやっていきましょう。キモ。さあ、マリオメーカー2界のシンデレラと言われた、シンデレラボーイと言われた俺がしっかりとクリアしていきたいと思います。12時回ったけど大丈夫今。そうですよ、マリオメーカー2界のシンデレラボーイ、貴公子と呼ばれた俺は0時を過ぎると活動できなくなるんですね。なるほどね、そういうことね。なので0時を過ぎる前に行け、うおガラスの靴、よろしく頼んだ。サイズは 28.5 で、でかシンデレラサイズでかあかん、こんなとこで死んでちゃあかん、こんなとこで死んでたら王子様とは仲良くなれへん。せやな、しっかりとここは入っていく。熱う、いやちょっと俺らには緊張感が足りひん。これ鍵取って、しかも迷いもあったらか、やっぱシンデレラってやっぱり0時が過ぎたらほんまに魔法が解けちゃうって、しか持ってやってるから真剣にやるな。しっかりとなりきって、せやな、うん、行くわ、行くで。私はシンデレラ、0時を回る前にしっかりとここに入っていく。なんで声変わんねん。私はシンデレラよ。え、こっちで合ってる？いや、迷いなんてよくない。しっかりとドレスアップをして、0時を過ぎるまでに、1回0時過ぎたけど、1回過ぎたの。今回の魔法は24時間大丈夫みたいだわ。でも24時間はダメみたい。この、だからこの面は、あれですわ。
あのこのこれ一名正午ですわ。正午ね、なるほどね。次の0時があの深夜なんですけれども、いわゆるどういうことかというと徹夜ということです。いけ、飛んでドレスアップして、あードレスアップ失敗した気がする。いけるぞ、諦めるな。合ってるこれ構成。合ってる合ってる。削ってテイってやっていやん。死に方雑だよ。いやん。さあここしっかり登って、しっかり登れ、ドレスアップして、いいぞ、これ合ってるルート、合ってるやろ、合ってる、よしたらいいぞ、行って行って行って、さあで上行って叩け、よし、おばあさん魔法かけて、おお大丈夫、行ってる、間に合ってる、そしてボス戦、よっしゃ、シンデレラにボス戦なんかないからな、あと最後があのガラスの靴をね、足のサイズ 28.5 のガラスの靴をここに、でかいねんだから。巨大やろ、持って王子様探しに来てくれ、これ入って絶対違うなこっち。どうするんだ、シンデレラこの時間どうする、残された時間。もうダメみたい。諦めたや。さ、しっかりとかぶってこれを削って、あのパウヤ、パウヤね、さ、鐘を鳴らして越えていって、王子様待ってろよい。マルコ、不死鳥マルコ、不調のマルコでした、不調のマルコ、うまいこと言わんだよね。さあしっかりとかぶって、もうシンデレラとか言ってられへんからちょっと難しいから。むずいなこれ。しっかりと飛んで、つけてられへんな。そうそうそう。位置詰まりしてないよ。よし。オッケー、ナイス。できたら、ああ祝福の結婚式でーす。ありがとうございます。ちょちょちょ、こいつと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 こいつ。さあ、しゃしゃ。次はしこちゃんコースターですけども、結構シンプルに難しいアクションということでですね、穂高の腕前を試していきたいと思いますということで、ね、早速やっていきましょう。シンプルにね、結構スタンダードっていうタグもついてるんですけども、腕前をね、見ていきたいと思います。まずは、稼働させて、はなちゃん、はなちゃんからの、あい、違う方のはなちゃんで死んでるやんけ、お前。そっちもはなやけど、ええねん、そんなん。実はハナちゃん踏んだら頭の花ピョンピョン飛んでいってるからな。お前飛んでいってんな。できるだけ急いでクリアしてな、お前植物破壊が進むからな、これ。あーい、ほら早くクリアしてな、ハナちゃんの頭の花がどんどん破壊されていくぞ。いこの花育つのに10年かかんねんからな。嘘やろ。 OK、 これ OK、 いいぞ。ほんで、あー、早く行かないといけなかった。入って右側から優秀なセコンドついてるから、優秀なセコンド、あおい、ワンワンが解放されんなや。ワンワンが溜めて溜めて解放されるから、もうプラス回やべー、蹴って、どうなるの、落とすんよ、跳ね返ってくんなや。それは絶対跳ね返ってくるやろ。これここ跳ね返ってくる以外絶対ないやん。そんなわけない、危ない。よく対応したが鍵が必要や。鍵取って来たよ、入って右上からオンピーして、オンピー、ほんで傷、うわ、傷地がもうニス塗ってあった、ニス来たよ、来たよ、乗ってジャンプしてカロンコーラ、カロンコーラー、うわー、スライングアウトやんけ。来たよ、オンピーからの、うん、傷チーズジャンプからの間に合え、逃げ切ったー。競馬の実況かお前、単勝勝ち。うわー、むず中華、何やその効果は。中華、こうしゃがんでから応募して、これすぐクリアあるんじゃこれ。ナイス。これ応募して、でここでカロン2回踏みやで。2回道踏みね。そう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 。どうするの？2回道踏みを思い切って右にはたかなあかん。無理やろ。これだから1回応募すやん。押して。で乗って、でカロンコラまず1回道踏みして2回道踏みして、パウで3回道踏みして4回道踏み、5回道踏みして。トールコースやんこんな。すげえ、キラーに6回道踏みしな。そんな6回道踏みとかおらんねん。はい、ここから1回道、2回道から3回道からの4回道、5回道、ちょっとお待ちの6回道、ビーコ待ちの7回道、8回道、9回道、10回道、でっかい道、北海道の言い方すんな。さあ、リベンジ街道来たよ。リベンジ街道、リベンジ街道大ジャンプ、最後に亀街道待ってた。亀街道じゃあ、はい、もらったね。いや、いや、いや、さあさあ、しまうたいらんわ。ナイストーリーからのゴールということで、本日もご視聴ありがとうございました。